アフマド・タウフィーク・マダニーアフマド・タウフィーク・マダニーは、アルジェリア独立戦争時に、アルジェリアナショナリズム運動を経営した、歴史学者、政治家。1898年11月1日に、チュニスに生まれ、1983年10月18日に、アルジェで亡くなった。アフマド・タウフィーク・エル・マダニーは、1898年11月1日に、チュニジアのチュニスにて生まれ、 両親はオスマン帝国時代にアルジェリアへ移住したトルコ人の家系であった。両親はモクラーニーの反乱が失敗した後の1872年にチュニジアに移り住んでいた。マダニーはズイートゥーナ大学で1913年から1915年まで学び民族主義党派ドゥストゥールの創設に関わった。ドゥストゥールでは当主のアブデルアズイーズ・サー・アルビーのように アルジェリアにルーツを持つ他の党員から頼りにされた。マダニーはチュニス上塞の兵舎のど真ん中に堂々と忍び込み、サー・アルビーに会いに行ったことで名を挙げた。マダニーは1925年にアルジェリアに追放されるが、そこでアブデルハミード・ベン・バーディース氏を中心に結成されたアルジェリアムスリム・ラマー教会の創設に携わり、教会規定を起草した。 1931年には、エール・シバブ氏の政治記者になり、エール・バサ・アイ・アール氏の出筆も務め、1952年には、民族解放戦線の常任秘書に任命された。1956年にマダニーは、名誉のアブデル・ハミードと共に、カイロへ行き、フェルハート・アッパースを代表とする、アルジェリア共和国暫定政府の創設に参加した。マダニー自身は、カイロにおいて、 FLN とアラブ人との関係を取り扱う FLN 側の事務所の所長に任命されるだろうという程度に考えていたが暫定政府はマダニーを文部大臣に任命した。さらに1962年のアルジェリア独立後、ベンベッラを大統領とする共和国政府はマダニーを宗教問題と枠不在を管轄する省の大臣に任命した。マダニーはその後、イラク、トルコ、 イランに駐在するアルジェリア大使を歴任した。マダニーは歴史学者であり、カイロのアラビア語アカデミーの会員であった。マグリブに関する著作が多数ある、イストワールデール、アフリックジュノール、ウカーサージーエヌキャトルシエクラ、レディブレデール、アルゲレ、レムーソールモニーエヌシーシールイダンルシュドデール、イタリー、ラゲイグロフィデール、アルゲレイイブンカルドニエルワルゲレ。録も複数書いており、 チュニジア人の民族主義を鼓舞することを目的とした、ハンニバルという戯曲も書いた。歴史学者のアリー・ムラドは、イルフとエル、ウンデペソンジクイカントリビューラントルプラスアクティベメントは、エル、エレイバーションジュナシュノリスムエ雄ユークールでエルアントレ、ルッケルナショナリズムを作り上げるため活動した人物の中でも最も影響力があったと述べた。ありがとうございます。